せーの、サンタン、キサです。よろしくお願いします。はい。私、キサは、仕事を辞めました。イエーイ3月いっぱいで仕事を辞めました。でこの動画では何を話したいかっていうと、こんにちは、こんにちは、はい、すいません脱線しました。この動画では辞めた理由を話したいなと思ってて、その理由を話したところで、まあ、何って感じだと思うんだけど、まあ、同じ状況に置かれてる人とか、まあ、似たような悩みを持ってる人とかがいれば、まあ、参考にと言ったらおこがましいけど、まあ、そういう人たちにとってちょっとでもプラスになればいいなと思って動画を撮っています。ということで早速本題に入っていきます。辞めた理由は大きく分けて3つあって、1つ目が単純に業務内容がきつかった。で2つ目が、会社の中の人間関係で、最後3つ目が会社の仕組みで、大きく分けてこの3つが辞めた理由になるんだけど、まずこの1つ目の仕事内容について、これは単純に本当仕事内容がきつかったっていう本当そのまんまなんだけど、まず前提として私は3年間印刷会社に働いてたんだけど、まあ、印刷会社って言ってもコールセンターとかシステム開発とか、まあ、いろんなサービスをやってるんだけど、そういううちのサービス全体の営業をやってました。で、うちの営業ってノルマがないのね。担当してるお客さんとか、あとは何年目とか、そういうのを加味して、1年の目標をそれぞれ営業マン立てるんだよね。で、私だったら、2023年度は、9600万円の目標がついてました。9600万円売り上げましょうっていう目標がついてて、で、それを正直達成しなくても、達成しても変わんないのよ。達成したところで褒めてもらえるわけでもなければ、達成しなかったとしても特段怒られるわけもないみたいな。なんだけど、もう私は、負けず嫌い、すごい負けず嫌いなとこもあったし、多少のね、売上達成額だったら評価されなかったとしても、すんごいそれ上回ればさすがに評価されるだろうみたいな。だからもう先輩とかもガンって抜いて数字で結果出したるわと思って、で結果としては1億8000万ぐらいまで持ってったから、本当2倍近くまで持ってったんだけど、ただその分やっぱりこれを達成すればいいよっていう目標、達成しただけでもすごいことなのに、さらにそれを2倍分働いたってことはめちゃめちゃきついわけじゃん。で、まあ自分で選んだことだから文句も言えないんだけど、まあ自分で自分を苦しめて、もうなんか自分で管理できないところまで広げすぎちゃって全然寝れなくてみたいな日々が続きましたと。なので本当単純に体力的にきつかったよっていうが1つ目。2つ目、人間関係で、これは何個かあるんだけど、1個目は、この動画でも話してるんだけど、私の直属の上司が不倫をしてて、で、正直、別に勝手に不倫してもらう分には全然さ、関係ないわけじゃん。勝手にしてくれって感じなんだけど、その不倫相手が社内にいて、ここの上司と私が、私セットで動くこととかがたまにあったり、グループの中のトップがその上司だから、単純にも関わりがとにかく多いっていうので、謎にその不倫相手に目をつけられて、私は1ミリもその上司のこと興味ないし何でも好きじゃないんだけどだけどなんか勝手になんか嫌われるみたいなのがあって、なんかシンプルにだるいなみたいな。でプラスして日報ってうち入れるんだけど、日報っていうのは1日どのお客さん、どの担当者とこの案件の話をしたよみたいなのを、1日に行った分5件とかを書くんだよね。それは社内の人みんなが見れるんだけど、それの入れる時間がたまたまその上司と被った時があったのよ。2、3日同じような時間に入れたので、そしたらさっきの不倫相手とはまた別のおつぼねおばさんがいるんだけど、その人がなんかこの2人に入れてる時間一緒なんだけどみたいな、怪しいみたいな、2人でなんか
デートとかして、仕事終わりにデートとかして一緒に日報入れてんじゃないみたいな、わけのわかんない噂を流し始めたのね。で、勝手に私不倫相手に仕立て上げられててもうじゃ意味わかんないじゃん。不倫してる相手からは嫌われ、で、わけのわかんないおつぼねおばさんからは付き合ってると言いふらされ、だから社内的には私が不倫相手みたいな、だけど実際には不倫相手は別にいて、でなおかつそいつにも嫌われるみたいな、え、何これみたいな感じだけど、本当にうちの会社って噂好きが多くて、変な噂が広まることが結構あるのね。それも意味わかんないじゃん、学生かよって感じじゃん。だけどもう大人でもいるのよそういう人って。まあ皆さんの近くにもいると思うんですけど、うちの会社にもいてっていうところで、まあ結構やりづらい環境ではあったけど、もういちいち気にしてらんないし、もう仕事だけとりあえずやろうと思ってやってたけど、まあ仕事もきついしっていう感じで、プラスあとは社長がすごいお気に入りとかを作るタイプの人だから、すごいね、お気に入りとお気に入りじゃない人への差別がすごくて、私はなんか一応お気に入りみたいなとこに入ってはいたらしいけど、まあ入りつつもなんかみんなに嘘を言うのね。例えば A と B を営業で競わせたいと思ったら、この両方がお気に入りだったとしても、 A にはB が A のことこう悪く言ってるぞとか、なんか B はこんなにできてるのに、A はこんな営業成績でいいのかみたいな、 B にだけは負けるなよみたいな、それを同じように B にも言って睨み合いさせて、あいつには負けない、こいつには負けないみたいな感じで、こう営業成績を伸ばしていくみたいな。自分のお気に入りの中でもなんかいっぱい嘘を重ねてこうなんか自分の手の上で転がそうとするみたいな、なんか結構そういう感じの人なのね。もうさ、そのやり方って古いし、なんか上に立つ人ではないかなみたいな感じの人だったり、まあ、あとうちの営業本部長だったら、自分で自分の仕事を何一つしないのに、下に自分の営業先に行かせて、自分の仕事全部させて、で数字だけ自分につけるみたいな。で、俺はこんなに数字がついてるのに、お前らは全然やってないみたいな。だけど実際には自分は1ミリも動かなくて、内容も1ミリも把握してなくて、飲み屋さんの女の子たちに日中プレゼントを買いに行くって。だから営業でね、みんな外回りから帰ってきたら、その営業本部長の横に、机の横にはハイブランドのショッパーとかが置いてあって、あ、今日行ってきたんだなみたいなさ、なんかそういうさ、どの時代の人なんていう。で、まあ別にもう上に行けばプレイヤーなんかやる必要ないと思ってて、管理職とかに専念すればいいと思うから、別にその営業してないっていう部分にはいいんだけど、営業してないのに自分の数字になってるとことか、人にやらせといて自分でやってる気になってるとことか、まあ、それが本当なんなんて感じ。大丈夫よ、本当何この人たちって感じっていうのが2つ目ね。最後3つ目が会社の仕組みについてなんだけど、さっきもちょっと出てきたんだけど、営業なのに数字で評価されないのね。売上目標を立てて、それを達成したら、じゃあボーナスというかその評価がね、プラス何点だよとか、逆にそれを割ったら、じゃあ評価としてはマイナス何点で、反省点としてこういう風にしていこうとか、そういうのが何もなくてっていうのが、まずはっていうポイント。私そもそもその営業の数字とか以前に、うちの会社って評価体制が終わってて、っていうかなんかもう評価がないみたいな。でも評価がないとどうやってボーナスとか額を決めんのって感じじゃん。で、どうやってやってるかっていうと、社長のさじ加減と年功序列、社長がなんとなく気に入ってたり、なんとなく頑張ってるなと感覚でね。別に社長って全員のこと見えてるわけじゃないし、みんなの業務内容の詳しいこととか何にも知らないんだよ。だけど自分は何でも把握してますみたいな自負してるから、私が3年目で、例えば5年目の先輩とかの売り上げを抜きましたとなったとしても、年功序列だから、もうどんなに先輩の売り上げより越したところでボーナスが私の方がもらえるなんてことはないわけね。年功序列だから、その人の方がもちろんもらえるし、昇格するのももちろんその人が先、私がどんなに売り上げを上回ってもそうなの。じゃあさ、何のために頑張ればいいのって感じじゃん。どんなに売り上げを伸ばしたところで
昇格早くできたりとかボーナスとか給料でお金をもらえるとかでもなくて、もうこっちとしてはさ、お気に入りとかどうでもいいから、私の営業成績を見て正当に評価してお金をくださいっていう感じじゃん。ただそれだけじゃん。だけどもうそれがないのね。だからどんなに仕事をしなくても、どんなにサボっても、結局入社してからの歴がさ、上がっていけば上がっていくだけ、黙っても昇格できるし、年功序列制度ってさ、私本当クソだと思ってて、なんか上の人たちはさ、結局黙ってても昇格して給料も上がっていけるから、昇給していけるから頑張ろうとしないじゃん。下に抜かれる、頑張んなきゃって思わないわけじゃん。だからサボったりとかして手を抜いてくわけじゃん。で、若手は若手でどんなに頑張っても、結局は年功序列なんだったら頑張る意味がないじゃん。モチベーションがないから頑張んないじゃん。ってなったらマジで何のためにあんのこの制度みたいな、それをすごい体感したというか、今までは年功序列に対してとか何も考えたことなかったけど、実際に自分がその立場に行くと、なんか何なんだろうこの制度ってすごい思う。だから評価シートとかも一応ね、半年に1回やるんだけど、ただやってるだけで、それが例えば4を取ったからといって、5を取ったからといって、2を取ったからといって、何にも変わんないんだよ。別に怒られるとかもないし、それがもうさ、は?って感じじゃん。で、会社はもうそういう仕組みだから、大体の人はもう目標もモチベーションも何もなく、適当に出勤してある程度売上の近くまでは金額を持ってって、それ以上は頑張んないみたいな、もうそういう人がいっぱいいるんだけど、私性格的に0-100だから、やると思ったらとことんやるし、やんないと思ったらもうそのゼロなわけ、もうできないの。だからそういう程よくやるっていうのが性格的にできなくて、ああ合わないなーってすごい思った。あとは社長よりもさらに上に会長っていうのがいて、まあ中小企業あるあるだと思うんだけど、会長が全て、会長が権力を全て握ってるから、会長には社長も逆らえないし、うちの会長が本当になんか昭和通り越して大正みたいな、もうすっごい考えが古くて、例えば土日返上で出勤するの当たり前とか、サービス残業当たり前とか、誰も逆らえない絶対的存在みたいな、もうその感じもうほんと古くて、もうほんといつの時代って感じじゃん。有給とか返上して一生懸命働いたところで特別評価もされず、給料が上がったりボーナスを多くもらえることもなく、でなおかつ噂好きとか社長もね、嘘をついたりお気に入りとか作っちゃう感じだし、営業本部長なんか全然仕事できないのにめちゃめちゃ人に偉そうに怒るとか、あとはもう会社の仕組みが昭和よりも昔ではないでしょうかっていうような社風の感じとかで、ストレスがもう爆発して、私あんまりストレスとか感じないし、病んだりとかもあんまりしないタイプなんだけど、中学生のセンチメンタルな時期とかに病んだ以来に、ほんと久々に病んで、10年ぶりとかぐらいにめちゃめちゃ病んで、通勤途中の地下鉄で涙出たりとか、あとはもう慢性蕁麻疹にもなったり、体中に大量のニキビができて、もうさ、ニキビって感じじゃん。胃に穴開いたとかではないんだけど、もう突然、特に背中なんだけど、もう一面にバーってニキビができて、皮膚科に行ったらなんかそのニキビができてますと。で、私そんなニキビとか今まで背中とかできるような体質じゃなかったんですけどっていう話をしたら、ストレスとか睡眠不足とか免疫力の低下とかでもできますよって言われて、いろんなのがもうね体にでき始めて、あもう無理だと思って、正直ただ業務内容がきついだけだったら頑張れるのよ。仕事って基本大変だと思うし、大変なことをして頑張った分評価してもらえるなら私は全然できるのね。なんだけど、評価をしてもらえないなら頑張る意味がないじゃん、ここの会社で、と思って、まあ今回仕事を辞めるっていう決断をしました。本当は去年の7月にもう辞めようって決心したから、そっからはもう8ヶ月半年以上だって、まあいろんなことを考えつつも、やっぱりここの会社で頑張る必要はないなと思って、今回辞めることにしました。
で、まあ何が言いたいかっていうと、どこの会社に行ったって大変なこととかいっぱいあるし、いろんな人もいると思うから、私がじゃあ今後転職して前働いてたとこよりもいいとこに入れるかって言われたら、確実にそうではないと思うけど、前の会社よりいいところに入れるっていう可能性もあるわけじゃん。だからそういう風に行き詰まった時に選択肢ができたっていうのがすごいいいなと思ってて、今この何もどこにも属してませんという状況で、いろんな選択肢がいっぱいあるわけじゃん。もう会社って無数にあるし、まあ、別に会社に入らなくてもフリーランスとか、まあ、いっぱい今の時代ってできることがたくさんあるわけじゃん。それをたくさん選べる状況に今なったっていうのがすごい良かったなと思ってて、まあ、もちろんお金の面とかでは不安なところとかもあるけど、だけどまあ贅沢しなければある程度暮らしていけるだろうし、まあね、バイトとかするなり、まあ、何でもできるわけだから、前の職場で働き続けるよりは絶対にいい選択だったなと思ってる。そう、まあ、何を言いたいかっていうと、きついなとか大変だなって思うことがあっても、それが継続しなければいけないことってあると思うのよ。例えばもう夢とか目標があります。歌手になりたいとか、学校に受かりたいとかさ、入学したいとか、なんかそういう目標のためには多少大変なこととか頑張んなきゃいけないことって絶対あると思うけど、逃げていいこととかもたくさんあると思ってて、例えば職場環境があんまり良くないとか、あとは今仲良くしてる友達が実はすごい合わなくて無理して合わせてるとか、まあなんかいろんなことがあると思うんだけど、自分が本当に辛くて今後何年もそれを続けていくべきかっていうのを考えた時に、必ずしもそうではないと思うのね。例えば今の職場にいるとか、そのさっきのこの友達と会わないけど一緒に今はいなきゃいけないかなとか、なんかそういうのって今後何年も先を考えて続けていくべきではないと思ってて、別に会わない職場だったら会うような職場が見つかるまで転職すればいいだけだし、会わない友達がいるなら別に無理して一緒にいなくたって、この世にはいろんな人間がいるんだから絶対自分に合う人っていると思うから、そういう人が見つかるまでは別に一人でいたっていいと思うのよ。別に無理して会わない人と一緒にずっといる必要はないんじゃないかなって思う。だから全然続けることが偉いとかいう考え方ももちろんあるし、そういう考え方を持ってる人も本当にたくさんいるんだけど、私は別に続けることだけが偉いことではないかなと思って、むしろいろんなことに挑戦したり環境とかを変えるっていう方がすごい勇気も必要だし頑張んなきゃいけないけど、その結果生まれるいいことって本当にたくさんあると思う。次転職した先がめちゃめちゃ自分に合うとしたら、こう何年もね今後耐えて我慢する分をさ、めっちゃ自分に合う環境に変えれたら、それはすっごいラッキーだしすっごい良かったことじゃん。だけどそれってやってみなきゃ分かんないから、だからもうとにかく何でもやってみなきゃいけないと思うわけ。だからその何でもかんでも維持すりゃいいってもんでは本当にないと思う。簡単に変えれない人もたくさんいるとは思うんだけど、変えない理由を見つけるのってめちゃめちゃ簡単だと思ってて、例えば家族がいるからとか、今は貯金があんまりないからとかで転職をやめちゃう人とか、一生今の環境に居座り続ける理由を考えるのはめっちゃ簡単だと思う。マジで私もいくらでも出てくると思う。だけど私はそんなこと言ってる暇があるんだったらいいから、いろんなことに挑戦してどんどん経験を積んでいくべきかなと思ったから、今回辞めることを決めた。本当に悩んだり困ってる人、病んでる人は原因が何なのか、でその原因は何を変えることで変えられるのかを考えた方がいいと思います。ちょっと偉そうにベラベラ喋っちゃったんですけど、以上です。私が伝えたかったことというか話したかったのはこんな感じです。まあ人生大変なことばっかりですが、楽しいこと、自分に合うこと、やりたいことたくさん見つかると思うので、頑張ってみんな明日からも生きていきましょう何の動画？はい、以上です。じゃあありがとうございました。じゃあ次の動画で、じゃあねー。